とおみし、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴです。今回は10万人の突破記念ということで、韓国に4泊5日行きます。皆さん登録ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あと5分で乗らなくちゃいけないので、もう行っちゃいましょう。はい、それではレッツゴー。今日人いっぱいいます。人いっぱいいるね。なんか今日韓国暑いね。暑いね、湿気がね。日本も多分暑いんだろうね。じゃあ今からここでショッピングして合流してご飯食べていきたいと思います。はい、レッツゴー。最近は大使館の前のとこがいいと思います。私たちは4500円ぐらい儲かりました。大きさ的には表して。はい、でこっちが醤油です。これも同じ大きさです。いただきます。めっちゃ美味しいんだよね、あれ。そう、ね、そう、
ね、私たち2ヶ月前に韓国行った時と同じホテルだったんですよ。はい。でその時にコンビニの店員さん、うん、私たちがアジュシって呼んでるんですけど、2ヶ月前に行った時にすっごい仲良くなって、うん、でまた会おうねまた会おうねって言ってすごい悲しいお別れをしたんですけど、うん、また会えました。今日会うことができました。そしたらアジュシが泣きそうになってて、ね、嬉しかった。明日はバスケなんですけども、いよいよね、はい、今からこの部屋でちょっと練習してから部屋に入って寝ます。あ、ちなみにバスケの洋服はこれではございません。バスケの服はちなみにこれです。ちゃんと目も開けてやります。開けてやります。開けてやります。本気モードもついて今ね、ちょっとね、チェゴ私たち半分寝てるんで、うん、ちょっとこんなゆるい動画になってしまうんですけど、はい、ね、今何時だって意味が大事怖い怖いピピンピピンタダッタッタじゃタダッタッタじゃじゃじゃタダッタッタじゃだだだだ。ということで、明日も頑張って大成功させるぞ。おお。じゃあみんなおやすみ。チャルジャヨー。